えー、福島の、福島の原発事故はですね、まあ、その事故自体はもう非常に大きいんですが、まあ、それが日本社会に与えたことって非常に大きいですね。そして、まあ、その中で、まあ、今まで誠実な日本社会が、まあ、宝としていたもの、まあ、それを、まあ、次々と失ったわけであります。その一つに、まず想定外というものからスタートをしてみたいと思います。えー、福島原発事故ではご存知の通りですね、 まあ想定外だったから事故は仕方がないという、そういう言われ方をしましたし、現在でもそのようなことを言うですね、社会的な指導者が増えたという点で本当にびっくりいたします。よくよく考えますとですね、 福島原発事故は想定外だったかということなんですが、まあ、地震自身はあのマグニチュード9ですからね。まあ、これは1000年に一遍ですから、まあ、原発事故が1000年に一遍では想定外かという問題あるんですけど、まあ、一応想定外と言ってもいいのかもしれません。100年に一遍ぐらいの事故で備えてきたと、まあ、いうことはあるでしょうね。まあ、100年に一遍でも原発爆発すると大変ですから。で、 だけどもですね、地震がどんなに大きくてもですね、事故の起こった工場を襲った天変地異がどうだったかということなんですね。地震はあの、例えばチリで起こることもあるわけですよ。チリでマグニチュード9の地震が起きてもですね、日本の震度が例えば3だったらば、そのチリでマグニチュード9が起きたから想定外だっていうことはおかしいですよね。で、ですから、 震源地がマグニチュード9だったってことは、それはまあ確かにその通りなんですが、実際に福島第一原発を襲った地震の揺れっていうのは、たったっていうか震度6、津波もたった15メートルだったわけですから、震度6っていうのは、日本の場合10年で13回平均来るわけですから、まあ、ほぼ 1, 1年に一度来ますえ。原発がですね えー、日本に一つしかなくて、福島にしかないっていうんであれば、まあ、それをまた都道府県で割,割ったりしなきゃいけませんが、まあ、日本には54基の原発があるわけですから、まあ、各県に一つぐらいあると言ってもいいわけですね。ですから、ほぼ一年に一度は原発に震度6の地震が来るわけですから、えー。震度6の地震が想定外であれば、原発は毎年のように破壊されると、まあ、こういうことにもなるわけですね。 津波なんかもですね、まあこれも人によるんですけども、私はまあ15メートルの津波ってのは三陸地方にはみくらでも、私が生きてる間でも、まあ5回ぐらいあったような気がするんですよね。で、日本の場合は海岸線に原発を建設してますから、だからまあ地下1階に第一電源、第二電源、非常電源、みんなあったわけですから、まあ、言ってみれば、 地下1階が浸水したら爆発するという設計だったわけで、これを想定外というのは、ですね、やっぱり今までの日本の誠実な慣習の中にはなかったと思うんです。あの一般的な工場を考えますと、工場の事故というのは、ですね、その規模はともかくとして、必ず想定外で、ほとんどの場合、想定外で起こるんですね。例えばここで2つのことをご説明したいと思うんですが、有名な PCB 事件。 金民症事件ですね。これは、ま、起こって植、食物油、食用油の中に、ま、PCB が混入したので、ま、被害者を出したわけですが、当時はですね、PCB は危険物じゃないと思ってたんですよ。毒性が分かってなかったんです。つまり、PCB が毒性が強いってことは想定外だったんですね。ですから工場は、二重管で、えー、その食、食用油を加熱しておりました。 だから、PCB に対して特に注意を払ってなかったんですね。つまり、分かってなかったわけです。えー、それでですね、結局、そんな危険なもんだったら、もともと食用油の加熱したりなんかするのに使ってたんですけども、そんなの使わなかったんですけど、まあ使ってたわけですね。つまり、世界中で、この化合物は熱媒って言うんですけど、まあ、物を温めたりなんかするのに使っていいということになってた。 それで工場側は普通の設計、普通の注意をして、ちゃんとお役人の認可も得て運転してたんです。ところがこれに対して裁判はですね、まあ、裁判所、日本の裁判所ってね、東京電力だったら恐れをおののいちゃうんですよ。裁判所がですよ。ところが金見商、金見っていう会社だったらちっちゃいですからね、中小企業ですから。いや、中小企業なら有罪にするよっていうのが、まあ現在残念ながら日本の裁判所なんですね。 結局有罪になりました。故意ではないけども有罪。つまり想定外だった。想定外であってもなくても被害を出したという結果責任で有罪にしました。本当ひどいですよね。まあ、東京電力との取り扱いのこんなに大きな差というのがあるということは、日本の裁判所とはもう強いものの味方なんですよ。まあ、韓国でなんかあの財閥の娘さんかなんかが裁かれてますけども、まあ、そんなの、 随分日本に比べれば正しいかもしれませんね。それより過酷だったのが水俣病なんですよ。実はここで聞くあの、この,あのブログを読まれる人は、水俣病って毒物の水銀を垂れ流したんじゃないのって、これあの、小学校がですね、<laughs> あの、語用学者に書かせるから、教科書がそうなってるってだけなんですね。今では水銀っていうのが毒物ということは誰でも知ってますけれども、当時はですね、 水銀は歯の治療に行きますと、お医者さんが歯に詰めたんですね。水銀の。それから女性のおしろいも水銀でした。これ白ですね。神社の塗装も、これ赤ですけども、塗装に使ってました。つまり、もう普通に使える元素だったんですよ。それで排出基準も,もちろんありましたので、工場は設計も基準通り、環境基準通り、排出基準も守って、公的なもちろん認可も得て運転してたんですよ。何の問題もないんですよ。そういう意味じゃ。想定ないと。 いう意味じゃですね。ところが、後になってみると、国の審査が間違ってたんですよ。まあ実際は県レベルなんですけども、まあ基準は国が作るんですが、国の基準が間違ってたんです。水銀の毒性を考慮してなかったんです。これは金見書も一緒ですね。これに対して裁判ではですね、ものすごい判決が出たんですよ。無過失責任。つまり、会社に過失がないけど責任は取れって言うんですよ。で、結局責任取らされて、 会社は、まあ、倒産寸前っていうか、まあ、実質、必要な倒産みたいな形になりました。で、今まで日本社会はですね、この金見衣装とか、水銀の事件でわかるように、過失があろうとなかろうとですね、それから危険が科学的に事前に予知できなくてもですね、起こったことを重視して、毒物を撒き散らすことに対して、まあ、私はもう不当だと思うんですよ、こんな、 昔責任なんてうのは。だけどもそういう厳しい判決をし、社会もマスコミもそれを支持してきたんです。ところが、福島原発事故が起こると、コロッと態度が変わってですね、今まで工場を求断してきたのは、実は、弱い、弱い者いじめだったってことは分かったわけですよ。つまり、日本の裁判所も日本社会もマスコミも、弱いと見ると攻撃し、強いと擁護する、という品性癒しい社会だったということが、 今度のこののこ想定外というものが問題なんです,、ね、ですからここでもう一つ日本社会の貴重な財産つまり強いものをくじき弱いを助けるという大きな日本の道徳が崩れてしまったということを言っております。